WBC 世界スーパーミドル級タイトルマッチ12回戦ロビン・リード対ジョバンニ・プレトリウスの一戦です。バハマさん、はい、何と言いましてもこの両選手負けがないということで注目に値しますね。そうですね。そして今スーパーミドル級が戦国時代に入ってきましたからね、はい、誰でもいいからズバ抜けたものを見せてほしいというところですね。そうですね。ロンドンアリーナよく入りました。おなじみのジミー・レオン・ジュニアリングアナウンサーがこれから選手を紹介します。こちらが挑戦者です。南アフリカのジョバンニ・プレトリウス。67.5 pounds. Ladies and gentlemen, with a record of 22 wins, no losses, one draw, he has 17 of his wins coming by way of knockout. Tonight, making the first defense of his title, here is the undefeated WBC super middleweight champion of the world, known as the Grim Reaper, Robin Reed. こちらはエフリバプール、ロビン・リードチャンピオンです。まあ、小泉さん、先ほどプロフィールの中にもありました、両選手ともオリンピック出場してるんですね。はい。しかしですね、その、まあ、成績はかなり差があるんですね。この、 ロビン・リードの方はですね、その銅メダル取ってますね、はい、オランダのですね、オルハン・エス・デリバスにですね、8対3の判定で敗れてですね、まあ、銅メダルですね、はい、ところが一方のですね、ジョバニ・プレトリウスはウェルター級で初戦でですね、スウェーデンの選手にRSC 負けしてるんですね。あ、そうですか。さあ試合が始まります。今ゴンが鳴りました。 WBC 世界スーパーミドル級タイトルマッチ12回戦第1ラウンドです。今小粋なリングガールが飛んでしまして、はい、第1ラウンドをびっくりしました。珍しいですね。まあ、お互いに白と黒のトランクスですが、左今背中を見せていますのがロビン・リードです。ミルフック、また右、後ろ走ります。強烈な右です。最後のフック、さあラッシュします。立ち上がりからロビン・リード、あーと右、あー左、あーカウントになります。しましたね。ロビンだ。さあ、チャンピオンパンチありますね。いいですね。地元のチャンピオンですロビン・リード。おーと、また苦しいんだ。さあ、このラウンドで決めるか。左、しかしこのチャンピオン、リードの打ち方っていうのは本当に力いっぱい打ってますね。左から右へと、ミラッパーです。左引く、こらえます。南アフリカのプレトリウス、非常に第1ラウンドからチャンピオンペースで試合が終わると試合が進んでいます。左のボディブロー、パンチを返します。あーと右引く、ダブルで持っていきます。この左突き上げました。あーと、ノープでございます。あーと、まだこだえます。プレトリウス応戦します。ロンドンアリーナで行われています WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ。さすがにこのモダ、おーボディブロー、ダウンです。ついにこらえきれずにダウン、カウントが入ります。さあどうでしょう、速攻です。さあチャンピオンロビン・リード決めにかかっています。右テンプルのあたり、ミドルクロス、非常にパワフルです。筋肉質で、筋肉も硬そうな、そしてパンチも硬そうな打ち方をやりますね。ボディ2つ、そして画面顔面です。右、
レフリーが止めようか止めまいかって言ってもう試合の進行を見守ってますね、そんな感じです。プレトリウスも頑張ります。左のパンチフィットしています。これだけ力いっぱい振るんで長引いたらスタミナ消耗するでしょうね、これ、また右のクロスカウンター、あーっとフラフラ状態です。ジョアンニ・プレトリウス、挑戦者打ち返してきましたね。そうですね、おっとチャンピオンがバランスを崩します。ボクシングは挑戦者のプレトリウスの方が柔らかいですね、はい、あ、そうですか、はい、おっとカウンターインサイドに入りました。プレトリウスチャンピオンパンチ食ってますね、食ってましたよ。チャンピオンが抱え込みました。これを離します。体が硬くて思い切るところですからカウンターでも食うと効くと思いますよ。ここでゴングです。なんとかしのぎ切りましたプレトリウス、第1ラウンド終了ですが、これは明らかな差がついたようですね、小泉さん。そうですね、チャンピオン、ロビン・リードの10対8ですね。はい。いつものように採点基準をご紹介したいんですけれども、はい、まず有効なクリヒット、これが第一ですね。そして攻撃を伴った構成、手数を出して攻めることですね。その次、防御技術、そしてリングジェネラルシップ、どちらがペースを支配しているか、それでできるだけ10対10をつけずに、その僅差であっても10対9をつけると、はい、それが世界的な傾向ですね、はいはい。まあ、第1ラウンドはダウンがありましたので、ダウンは10対8ということになりますが、はい、さあ、浜田さん、はい、まあ、2人のプロフィール比べてみて、あらかじめ予想されたと思いますが、こういった展開というのはあまり予想できませんでしたね。そうですね、まあ両方の負けなしなところあるんで、お互いに最初はですね警戒すると思ったんですね、最初から打ち合いになってきましたね。最初にこの試合は早いと思いますよ、いいパンチが入りました。最初にチャンピオンのロビン・リード、第2ラウンドです。このチャンピオンのリードはですね、現在25歳ですけど、11歳の時からそのアマチュアボクシングを始めたらしいですね。それまでサッカーとかですね、空手とかそのいろんなスポーツやったらしいですね。左がチャンピオンです。今背中を見せて回っていきますプレトリウス、挑戦者。向こう側チャンピオン、大きく振っていきましたが当たっていません。リードがジャブ出し始めましたね。そうですね、まあ、セコンドに言われたんでしょうね、リードよリードジャブ出せって言われたんだと思います、いい名前です、ロビン・リード、はい、リバプール、まあ、ビートルズのふるさとですね、そこ出身です。まあ、ファイティング原田さんと戦ったアラン・ラドキンなんかもリバプール出身だったですね。ボディはガードでブロックしています、チャンピオン。さあ、反撃が始まりました、挑戦者。浜田さん、タフですね、割と。それと体が柔らかいんですよね、ですから相手の強いパンチを和らげるというところがあるんですね。そして今反撃に出ていってますけど、体が柔らかいのでスムーズに力まずに手が出ていくんですね。なるほど、はい。対してリード、チャンピオンの方は硬いんで、これは打たれたら効くし、そして空振りしたら疲れますね。当たればいいですよ、はい。お互いにバルセロナオリンピックに出場しています。先ほど詳しい内容は小泉さんの方からありましたが、クラスが違っています。チャンピオンの方が上のクラスでした、重たいクラスでした。まあ、その通り体の筋肉の付き方はちょっと違うようですね。まあ、そうですね、やっぱりチャンピオンリードの筋肉質ですよね。そうですね、がっちりしてますね、はい。パンチはありそう、集中力はあり、瞬発力はありそうですけど、持久力面でどうかなという感じですね。その辺どうでしょうか。突き上げていきました。今いいシーンも挑戦者でありました。先ほどボクシングの方は挑戦者の方がうまそうだという ね、印象を語ってましたけれども、そのあたりを発揮しているようです。序盤にプレトリウス、全体的に流れはいいんですよね、チャンピオンリードの方は当たればいいんだけど、これ当たらなかったらどうなるかなと、はい、うん。まだ両者とも負けはありません。向こう側挑戦者、挑戦者は22勝を挙げています。うち19の KO 勝ち、一方のチャンピオンは22勝のうち17の KO 勝ち。挑戦者いいですね、チャンピオンは打ち下ろし、いやしかし挑戦者いい自分持ってきましたね、いい感じです。あ、右挑戦者が打ち込んでいきます。その合間を縫ってリードが単調、おーっといいパンチが切ってきた、チャンピオン。パンチありますね、ありますね、パンチあります。硬いパンチがガツンと当たります。今効きましたね、足に来ましたね。あ、さあどういう展開になるか、右から左です。これはどっちが勝っても早いラウンドのかと予想しますね。そんな感じですね、はい。第2ラウンド終了です。
今のラウンドちょっと検証しましょう、はい、そのいいクリーンヒットはですね、その挑戦者の方が出してたんです、はい、それ特にそのラスト30秒ですね。ところがあそこでその左フックって足に来ましたね、だからあのパンチの有効度ダメージを取りまして、あのチャンピオン10対9ですね。そうですか。この試合はハイライトでご覧いただいています。 WBC 世界スーパーミドル級タイトルマッチ12回戦、続いて第5ラウンドご覧いただきます。小泉さん、例によりまして3ラウンド4ラウンドどんな展開だったんでしょうか。そうですね、あのチャンピオンがですね、そのまあリードパンチを出してですね、その、ペースは支配してますね、はい、ただし挑戦者はですね、そのかなりその前に出てその接近戦を選んで、あの接近戦をですね、その挑んできてますね、はい、ここまでチャンピオンペース。しかしご覧のようにプレトリウスで積極的にインサイドに入っていきます。頭をつけました。パンチのある選手、まあ、チャンピオンのいいところっていうのは、そこなんですね、だから、片押しから右がヒットしました。今なんかねじ込んだようなパンチですね、挑戦者の流れはいいんですよね、はい、流れはいいんですけど、やっぱりパンチ、チャンピオンの一発でその形勢が止まってしまったのはパンチある選手はいいもんですね。そうですね、挑戦者またダウン。さあ、また効いてますよ、今効いてますよ。最初はちょっと肩を押し倒したみたいな感じもありましたけどね、そうですか、レフリーはダウン取りましたね、と動きが悪くなっていきます。プレトリウス体を預けました。距離を置きます。顔も随分腫れてきました。挑戦者プレトリウス、ミラッパから左、左から右、また突き上げるコンビネーションを見せます。見切られました。プレトリウス左を出していきます。だいぶチャンピオンの方に余裕が感じられます。これはブロック、左のフックを返しました。ミラッパー、アッパーは割と浜さんチャンピオンの方を見せるようになってきてますね、まあ、ちょっと打ち方も大雑把な打ち方ですけどね、まあ普通だったらああいった打ち方は教えないんですけどね、まあ、ノーガードでの今なんかノーガードですね、ただやっぱりパンチがあるからああいったことができるんです ね、 なるほどね。ノーガードでも相手はやっぱり毎日ああいったパンチが飛んできたらっていうんで警戒心があるからノーガードでも打っていけないんですね、まあ、やっぱり浜田さん、ボクシングというのはパンチ力というのは最大の武器ですね。最大の武器です、一番の武器ですね、ボクシングの流れはどっちかというとまあ下手でもですね、パンチがあるということだけで相手に恐怖心を与えますからね、まあ、競技自体がそのパンチの入れ投資合いなんですが、それに、まあ、それを前提にしましてもこのパンチ力というのはすごいものがあります。絶大なる相手を倒す大きな武器です。頭をつけました。まあ、相手に一発打たれてもあのパンチだったら大丈夫と思ったら平然と打っていきますけどね、一発でも当たってしまったらと思ったらやっぱり本当に慎重にハラハラしながら攻めていきますからね。そうですね。ここでゴングです。このタイトルの初防衛戦、ロビン・リード第6ラウンドまで終了しました。まあ、今のラウンドは一応ダウンがありましたからね、はい、あの10対8チャンピオンロビン・リードのラウンドです、はい、あ、ずいぶんちょっと苦しそうな表情も浮かべています。まぶたのあたり腫れたようですね。あ、これがダウンのシーンです。まあ、ちょっと肩をサイドから押したような感じだったんですけどね、まあ、レフリーはダウン取りましたよね、まあ、あ、そうですね、ちょっと横倒しのダウンですよね。だからまあ、クロスにはなってるんですけどね、まあ、リバプール出身のチャンピオンのロビン・リード、この地元英国での大声援を浴びていますが、まあ、この声援でも分かる通りかなり人気が上がってきてるらしいですね。そうですね、このクラスのタイトルの変遷っていうのは、まあ、ナイジェル・ベンが持ってましたね、ところがスラニ・マリンガ、南アフリカの選手にバンクラスで敗れて、マリンガがですね、イタリアのヴィンセンチョ・ナルディエロにその敗れ、そのナルディエロからこのロミリードタイトル取り戻しましたからね、はい、まあ、ルックスもいいし、そういうことで人気高いようですね。今ちょっとスイッチしましたね。あ、サウスポースタイルです。まあ、サウスポースタイルあんまりいい動きじゃないですね、ああ、そうですか、はい、
ちょっとやっぱりぎこちない。ぎこちないですね。まあ、とりあえず余裕が出たんでやってみようかという感じでしょうか ね、まあ、ね。チャンピオンが今サウスポースタイルになっています。右を合わせていきます。左と足に来ています。プレトリウス右のパンチはブロックされました。あ、ちょっともうだいぶ、ああっと、なんか音とかダウンです。スリップですね。スリップですか。ちょっと足元に来てるようですね。ちょっとあの、まあ、疲労があるんですよ ね。それなちょっと体を入れ替えて、まあ、突っ込んでしまったという、はい、ことですけどね。ボディ打ち、まあ、挑戦者はちょっとバランスが悪いですね。だからさっきのような横倒しのダウンも食うし、今のパンチもあれは、まあ、あれはダウンではなかったんですけれど、はい、ああいうちょっとスリップダウンの仕方しますよね。バランスっていうのはボクシングで大事ですよね。そうですね。左のクロスなんですがあまり威力がありません。挑戦者南アフリカのジョバンニ・プレトリウス。力強いパンチ。このチャンピオンはそのスピード、そしてパンチの回転の速さはないんですけれど、一発一発力強く打ちますね。本当にそうですね。押されていますが左を当てました。また左です。まあ、こういう戦いぶりですから、あの浜田さん、やっぱり人気も上がってくるんでしょうね。はい、まあ、そうですね。あの流れを作らなくて、そしていつ何時一発が出るかなっていう風な見方をお客さんやるわけですよね。まあ、意外性の面でしょうかね。そこら辺で注目を浴びているんでしょう。おっと、一発で倒すという魅力を持っている選手ですね。あ、なるほどね。大きく振っていきます。第6ラウンドはご覧のようにあと20秒近くまだ残っています。チャンピオン、おっと、左、体は硬いんですけど、パンチはありそうですね。まあ、体、いい体してますよね。まだダウン、負けの経験はありません。まあ、一試合引き分けがあるのはですね、あのダニー・ジュマっていう選手とですね、はい、これ、まあ、6戦目に引き分けてるんですけどね、それ以外全部勝ってますね。はい、コデゴング第6ラウンド終了です。まあ、このラウンドも、まあ、有効な、クリヒットということで、はい、そのチャンピオンのポイントですね。10対9です。はい、浜さん、この、まあ、力強さを見せていますが、硬そうなチャンピオン、攻略法としては、どういった感じになるんでしょうかね。そうですね、よく見るとスピードは一発一発はあるんですけどね、流れ的なスピードはないんですよね。はい、そこをつければなと思いますけどね。まあ、挑戦者の方もよくそこをつこうと思ってリズム軽には動いてるんですけど、それに加えて、一発の強打があればそういうことができるでしょうけど ね。ですから、チャンピオンとすれば相手の3発来られてもこっちの一発でまた動きを止めてやるという自信があるわけですよね。はい、第7ラウンドです。おっと、ちょっと弾き返されました。プレトリウス、体全体のパワーがちょっと落ちてきているようです。ぐらつくシーンが落ちてますね。ちょっとアウト、あれ当たりました。一応は当たってますけど、スリップですね。疲れてるんですよ、相当。ちょっと足が、土台がしっかりしません。プレトリウス相当な疲労度、そしてダメージが残ってますね。そうです。左フック、飛び込んでいきました。左フック、ロビン・リード、完全にこう手控えまして一発を狙っているようなリード。左を当てていきます。 WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ。おっと、さあどんどん押していきます。まだプレトリウスの方にも力は残っているようですが、ダメージも残ってるんですね。そうなんですよね。その辺の兼ね合い、幸運に前には出ていきますが苦しそうです。ショートレンジを打ち合います。ミドル級のランキングは6位です。プレトリウス、いやいや挑戦者の体が立ってきたんで、呼吸もきつくなりましたね。あ、
相手の左の攻撃はグローブで抑えましたけれども、その後自分の攻撃を返せません。挑戦者ジョバンニ・プレトリウス、ちょうどこのラウンド半ばです。非常に大きな会場で行われていますこのタイトルマッチ、初防衛戦。左今度は突き上げます。余裕のゼッシャー、おっと自分の体を支えきれない。ナイスバウンド、バウンカーが、素晴らしいタイミングで入りました。立てません。いや今の正面衝突と同じ威力ありますからね、今のは入っていっただけに威力が倍増っていう感じなんですよね。決して、フォームがいいわけじゃないんですけどね、はい、そういった一発があるからやっぱり人気も出ますね。ロビン・リード初防衛に成功です。まあ、ぎこちないボクシングであんまり技術的にはうまい選手じゃないなと思ってたんですけど、最後のカウンターは本当にタイムがあって見事なカウンターですね。レフリーも思わずストップしました。テクニカルノックアウトになっています。まあ、このスーパーミドル級というのはですね、 WBC がこのロビン・リードですね、はい、それで WBA がフランク・ライルズ、そしてその IBF はですね、あのロイ・ジョーンズが一応もう返上の形になりましたよね、クイーンになりました。 そして WBO がスティーブ・コリンズ、はい、ということで、まあこれいいパンチ当たりましたけど、このリードっていうのもこれはいいパンチですね、そのパンチはありますね。背中からのカメラですね、これはまさに殴っているような感じになります。カウンターですね、挑戦者はジャブついてワンからツーを出そうとしたときに、その小さなモーションでですね、そのチャンピオンの右のカウンターがヒットしましたね。浜さん、スロービデオで見ましても、やっぱりこれ抜群のタイミングのようですね。抜群のタイミングですね、ガードは悪いんですよ、フォームは良くないんですけどね、やっぱパンチが一発あるというのは最大の武器ですね。7ラウンド2分10秒、He's the winner by way of technical knockout, still undefeated, and still the WBC super middleweight champion of the world, the Grim Reaper, Robin Reed. まあニックネームグリムリーパーって言ってますけれど、これは死神っていう意味なんですね、はい、あ、そうなんですか。このマスクにはちょっと似つかわしくないようなニックネームですね。まあ倒し屋、パンチがある倒し屋っていうことで、なるほどね、グリムリーパーですね。まあ相手を沈めるということなんでしょうね。その通り初防衛に成功いたしました。さあちょっと VTR でシーンを